HBM さんはハンディキャップですから、ここ20秒ありますからね。さあ行きましょう、準決勝、じゃあアタローさんスタートボタンの方、その他の方タイマーにご注目ください。それでは準決勝いきます。3、2、1スタート。さあアタローさんスタートしまして、ヤシチ君この次10秒前。さあラムさんも準備お願いします。ヤシさん5、4、3、2、1スタート。ラムさん3、2、1スタート。次はゾンさん。さあゾンさんが10秒前。ゾンさん5、4、3、2、1スタート。 HBM さん5秒前。4、3、2、1スタート。ジンパチさん、そして SKR さんも準備お願いします。ジンパチさん5、4、3、2、1スタート。 SKR さん1スタート。 SKR さん19秒前。S ケンさん10秒前です。 S ケンさん5、4、3、2、1スタート。さあ全員スタートし、おっとラムさんが際どいがここは棒を回しました。結構綺麗な地形になりましたね、シアシラムさん。さあここもゾンさんも攻めている。さあ攻めているが、ここは事なきを得ております。さあ準決勝、まあ、くしくも2回戦のリベンジマッチというメンバーになっておりますが、さあ、まあ、ハンディキャップがある分、敗者復活からの勝ち上がりの4名は、まあ、苦しい戦いになるかもしれません。さあここでゾンさんが今100を通過しているのはアタローさん、シアシラムさん、ヤシチさん、ゾンさん、そして今 HBM さんも通過して5名100を通過しております。あーと HBM どうした、いや、まだダメだ、持っていけない。 HBM117 棒で穴を塞いでしまって、削ったとこまでは良かったんですけど、 S が引っかかって、お疲れ様です。 HBM さんがまさかの、そうですね、早期敗退。いやー、これはちょっと予想だにしませんでした。さあ、あと3名脱落になります。さあ、現在トップはアタロさんが230。さあ、200を通過しているのはヤシチ君とシアシラムさん。さあ、1人消えましたが、さあ、他の残ってる、プレイヤーは、ツモというか地形だいぶ盤石ですね。ヤシチ君がちょっと一瞬塞いでる形になりますけど、ヤシチ君クリアになりまして、これで全員クリアな状況。さあ準決勝らしい、レベルの高い戦いを期待したいところですけども、 HBM さんがさあ、まあ、早速消えてしまったという形にはなりますが、さあどういった展開になりますでしょうか。さあ現在トップはアタロさんが290。おっとなんかちょっとさあアタロさんが300。さあ SK さんもここで200通過してきました。さあどうでしょう、トップのアタロさん300に到達しているところで、さあヤシチ君がここで300通過。さあラムさんちょっと気なくさい地形になってますが、ここはうまく復活できるか。さあラムさんも300通過。さあそしてゾンさんがここで300通過して、さあどんどん上位との差を詰めにかかっております。ゾンさんそうですね、現在1位で1回戦2回戦通過しておりますので、完全優勝の可能性が、あるのはゾンさんただ1人。いやもう安定した、そうですね、マスターズ参戦されるたびに安定した、そうですね、結構プレーを見せてくれますので、これ結構可能性高いんじゃないでしょうか。さあどうでしょうか。さあ SKR さん300通過していって、さあ現在6名が300を通過している状況。さあアタロさんが400通過、そしてエスケンさん300通過で、トップからシンガニまでの差は100ちょうどとなります。さあ今日はなかなかアタロさん好調ですね。結構
構隣エスケンさんなんで結構リラックスしてプレーできてるんでしょうか。結構談笑するシーンも時々見られますけど、ね、さあちょっとエスケンさんちょっと真ん中高いですね。これはうまい。オレンジ突っ込んでしまうとちょっと削れないと言って棒でとりあえずしのいだけど、ちょっとピンチですね。これ青を持っていかなかったのは棒を持っていきたかったという判断か。さあここ SQR さんがかなり危ない状況になっている。さあ400には入ったが、さあここに立て直すことができるか。さあうまく、さあネクストと相談しながら置き場所を決めていく。さあ棒を引けるか、棒を引けるのか、棒を引けない、まだまだあるぞ。さあここで棒を引いた SQR さん。さあここさあうまく、さあここは針の糸を通すようなプレイ、丁寧なプレイでここは復活を期したい。さああとは赤を引くだけ。ここでガッツポーズ出ましたね今。いやー見事な復活でした。これはやっぱりそうですね、ビッグモードも、結構精通しているというところでかなりいいところです。さあどうでしょうか。さあ他のプレイヤーちょっとエスケンさんがちょっと高くなっていますね。さあどうですか、ジンパチさん500通貨。さあまあ SQR さんがまあさっきのロスで S ケンさんとレベル数が大体同じになってますけども、 S ケンさんが今度はヤバくなってきた。なんか若干今詰めましたか太郎さん打席を。さあ S ケンさん500を通過したが、さあピンチは続く。さあちょっとこれ左をどうするのかという問題が、あ左は青で処理をしてきた。赤赤引いた。さあしかし削れるのは1ラインまだしかしあるぞ。さあここどうする。さあ削っていく。さあ SK さんもここは、さあここは復活できるか。さあどうだどうだ、オレンジを引いて、さあ苦しくなってくるが、いやーこれは厳しい。ここまで554、いやーいい粘りだったんですけども、さすがに苦しかった。 SK さん554で打ち解け。太郎さんがお疲れ様ですという、いやーなかなかこれ表マスターズですので、あのいやーでも絶好調ですね太郎さん、あの下の方の絶好調。さあプレイの方も現在680ですけども、さあ油断はしてられません。ゾームさん、いやラムさんにもう抜かれている。ラムさんがトップ、いやほとんど一緒ですね、まあほとんど一緒ですけども、アタロさんがレベルストップを利用してここ1位を踏みとどまった。さあラムさんそこのレベルストップ痛恨、いやーイーシャンテン全消しイーシャンテンで、さあジンパチさんにダブルでダメージを与えるチャンスを、さあ微妙に逃してしまったが、さあジンパチさん猛追をしている。ジンパチさんここで700、さあヤシさんを抜いている。ヤシさんが今700、ジンパチさんがヤシさんを 抜いて、さあ現在これは4番手でしょうか。ジンパチさん4番手ですね、でヤシさん5番手、SQR さん6番手という順位になっています。トップはさあこれ今現在ゾーンさん、アタローさん、ラムさんが横一線、3者横一線で並んでおります。さあこうなってくるとゾーンさん優位かという状況にはなりますが、ラムさんも持ちタイムは早い。あーちょっとさあゾーンさんとでも地形悪いですね、確かにちょっと塞いでしまった。さあどうだ、復活できるか、うまく復活できるか。あここはさあここはこういう状況でも多段消しを狙う。さあということでエスキアさんが、エスキアさん高い。さあここでゾーンさん800、そしてアタローさんも800、いやアタローさん強いですよ今回、なかなか踏みとどまってます。さあラムさん3番手、あジンパチさんも入りました。ジンパチさんとラムさんがほぼ同時、ジンパチさんが上がってきた。さあここまで4番手、そしてヤシ君がここで5番手。さあ SQR さんはここは苦しい、さあ苦しい戦いを見せている。ちょっと S… あーとアダロさんがちょっと、さあここはどうする。さあこの地形、さあオレンジをくるくるっと回していって、さあねじ込んでいく。さあ治る、ここはいい見事な復活を見せました。さあしかしこれでゾーンさんがちょっと離れました。ゾーンさんが少し一歩リード。さあそしてゾーンさんでも5で棒を入れてしまいましたが、さあここで900に突入してトップ。さあ2番手、さあ2番手争い、これ熱くなってきました。アタローさんが2番手、
さあ3番手はラムさん、いやジンパチさんも報道時、さあジンパチさんとラムさんが報道時、さあここまでが4番、さあ後ろを追っかけるのはヤシチ君と SPR さん、いやアタロさんしかし危ない、うわーこれちょっとピンチ、かなりピンチだ。さあここ切り抜けることができるのか、いや復活の目はあるが日頃の行いさっきお疲れ様ですとエスケンさんに声をかけたアタローさんがここで、さあどうなんだ、踏みとどまれるのか。さあトップゾンさんは980に突入している。おおアタローさん復活できるか。さあトップがそろそろ GM が見えてくる。ゾンさん GM1 着早い。さあこれ終わってみれば20差 CRC ランパン見つけての1着。おおアタローさん相変わらず、いやー七億かいくぐっているが、これはダメだ。976、あれおっと、あそしてラムさんとジンパチさんがほぼ同時でした。さあヤシチ君目が出てきた。さあここはいけるか、アタローさんの窒息でガゼン目が出てきた。ヤシさんさあここ GM を取れば4番手ヤシチ君、ヤシチ君4番手。アタローさん調子いいと思われて最後の最後にやってしまいました。いやーということで GM ここまで4名が、決勝に進出。さあしかし道中苦しかった SQR さんもここは GM いけそうです。おっとシンクロ